皆さんこんにちは。さあ今回はですね、だいぶ違う感じで始まりましたけども、こちら見えるでしょうか。これエコゼーという会社の食器洗い乾燥機ですか、こちらをね提供をしていただきまして、今日はねこれの詳細とかレビューやっていくんですけども、だいぶねいつもと画面が違うんですが、どうか許してください。もうこれ以上カメラの動かしようがなくてこう狭いんですよね。はい、という感じでこのね食器洗い乾燥機なんですけども、僕の中でねこの食洗機って言ってもっともっと大型で、めちゃくちゃ工事とかこのね水道管いじったりとかいろいろ分配器とかつけなきゃダメなのかなと思ったんですが、この食洗機はですね本体だけをこう置いて上から給水してこうね排水することによって工事とかを一切、せずにスタンドアローンでこう設置できるタイプということで、すごくこれね良さそうなんですよね。で本体のサイズなんですが、横 428mm、 縦 425mm、奥行きはね 458mm ということで結構大きいですね。なので設置する場所ですね、例えば借家とかで、まあ、昭和2桁とかのちょっと古い建物だったりすると、もしかするとこの水場にね置けない可能性が出てくるので、まあ、サイズに関してはねちょっと皆さん自分でちょっと調べてみてください。僕はですねギリギリなんとかここね実はこうシンクなんですけども、なんとかね置くことができました。もうだいぶパッツンパッツンではあるんですけども、で本体の重量は 13kg ということで結構重たいです。でこれの入ってる箱なんですが、さらにこれよりも巨大な箱なので、ちょっとねその力に自信がない方はね、キッチンとかまで持っていくのは少しねきついかもしれません。で水の方は容量なんですけども、5リットルで洗浄します。なので5リットルの水を中で循環させるので、普通に手洗いとかすると、まあ、どうしてもちょっと水とかお湯出しっぱにすることってあるじゃないですか。でもそれに比べるとかなりね、まあ、節水できるということで、まあ、非常にね水道代とかにも優しい仕様なんではないでしょうか。で本体の付属品なんですが、まず説明書で、この説明書なんですが、もちろんね日本語で書いてありまして、図解入りでも書いてあるのでね、まあ結構わかりやすいです。ただちょっとね翻訳が直訳なので少しねわかりにくいところはありましたが、まあこの排水管とかこのね水入れるための場所とかそういったところはちゃんと図解入りで書いているので、まあ、迷うことはありません。そしてさっきも言いましたけど、こちらがですね水を、こう供給するための、このパイプになります。でこれに関してはちょっと工事が必要みたいなので、まあ、もしね皆さんがね今すでに、食洗機を使っているんであれば、これに乾燥するだけでいいとのことです。でちょっと画面からはねこれ見切れちゃって、ますが、よいしょ、これがですねはい、排気用の管になりますね。結構長さがありますので、皆さんのねお使いのキッチンとかで、寄ってこう長さカットして使うのがいいと思います。でここに吸盤とかついてるんで、このシンクの下の方にでも固定しておくのが、まあ、いいんではないでしょうか。ちょっと今回は切らずにやっていきましょうか。あとですね、はい、これ上から給水するためのねこのカップですね、これ5リットルなんで、まあ、大体3回半くらいやると中の水が満水になることになります。あとはこの製品の保証書、保証期間は約1年とのことです。で最後これ非常にね変わったこれザルみたいなのが入ってるんですけど、これ何に使うのかなと思ったんですが、どうやらですねこう日本ではちょっとあんまり考えられないんですが、これ、生産しているこの中国本国の方ではですね、野菜をね食洗機に入れて洗うというなんか習慣があるとか、まあ、野菜自体を、まあ、洗うことは日本でもあるんですけども、向こうはちょっと野菜についてる残留農薬がかなりの量みたいなので、そのままでは食べられないと。なのでその専用の洗剤で洗うか、こういった食洗機にもこの野菜洗いモードっていうねものがあって、その時にこう入れる野菜のカゴだそうです。ちょっとまあその文化の違いっていうのをね今回感じましたけども、まあそういったモードが搭載されています。ちょっとこの上の方を詳しく見ていきましょうか。さあそれではねこの上の方の詳細見ていきましょうか。この右の方に電源ボタンがありまして、これを押すとね、まあ、起動するんですが、ここでねモード切り替えて標準とお急ぎ、エコモード協力って書いてますが、協力になるとはですね時間全体が89分と結構長くなりますね。で最後これ水洗いってあるんですが、これまあ果物のマーク書いてるんで、これがいわゆるこう野菜とかをね洗うモードになりますね。で今回ちょっとこの標準でやっていきましょう。で標準なんですが、これ69分って書いてますが、この69分過ぎると自動的にシャットダウン、してしまいます。なのでこの左の方これピッて押すと、はい、この乾燥ですね、乾燥保管モードに、する必要があります。じゃないと中のあの食器がびちゃびちゃの状態でね出てきてしまうので、まあ、普通に使うときはこの標準とこの乾燥ですね、このセットでやってください。まあ、もちろんこの乾燥だけやることもできますんで、まあそのちょっとしたものだったら手洗いしてこの中に入れて乾燥だけっていうことももちろんできます。
。でこの上の方この蓋パカッと開けますと、ここからね、水を補給するんですけども、これがですねちょっとね形状が独特でして、付属のねあの水入れる水差しでこうガーッと水入れるとこうバシャバシャッと飛び散ってしまうので、ちょっと優しくね入れてあげる必要があります。で他のレビューね書いてる方もあのなんか上の方にこう錠子みたいな、あのなんだシリコンの錠子か、それをつけると、まあ、多少マシになるよって言ってくれたんですけども、まあ、今回はこのままやっていきましょうか。本当はちょっとこの辺ねもうちょっとこう詳細に見せたいんですけども、ごめんなさい、もうねうちの三脚がこれ以上どうにもできないので、今回ねほとんどちょっとこういったね視点でやっていきます。じゃあちょっとこう中開けてみましょうか。で蓋を開けますとこのようになっていまして、このカゴがレールでついてるんですよね。このレールをぐーっと引っ張って、ここのね、蓋のこの上蓋の溝の方にカチッて固定されるので、ここから先行くことはありません。でこれがね、まあ、メインのカゴで、ここに、様々な食器を並べていくんですが、ちょっとこれがですね、まあ、思ったよりかもちっちゃくて、一応これね説明書によると、3人、まあ、2人3人ってねあの分の食器は並べられるって書いてるんですが、正直自炊する人だったら1人分でほぼパツパツになりますね。料理とかそんなにしないで冷凍食品とかわりかし使って、そんなめんどくさい調理をしなければ2人分とかでもなんとかいけるんですが、まあ、基本的に1人分と考えた方がいいと思います。で上の方にですねもう一つトレーがありまして、このトレーもですねこんな風にこう斜めに固定することができます。でここにねスプーンとかフォークとか並べるんですが、まあ、ちょっとこれ後から解説しますけども、上全部を取っ払って、ここにフライパンとかちょっと大きいね食器とかそういった調理器具も置くことができます。まあその場合はほとんど1個だけになっちゃいますけどね。はい、それではですねちょっとこれ食器をこれからね並べていくんですが、ちょっとこの食洗機、まあ、僕にとって初めてのもんなんで、その、まあ、食洗機使ってる人からすると当たり前かもしれないんですが、ちょっとねその使っててうんって思ったところもあったんで、同時にね解説していきましょうか。さあ次はね食器を実際並べていくんですが、ここでねちょっと一個注意点がねあります。というのもですね今見てもらってるように、これね水が噴き出す位置とかその水が出る場所ですね、それをねしっかり確認しておかないとうまくねこれね、洗うことができません。例えば今このちょっとお茶碗1個出しましたけども、こんな風に左下ですね、つまりこう下から水がバーッと吹き上げた時にこの水に当たるようにこの食器を置かないと当然洗うことができません。これが逆になってしまう、逆向きになってしまうとこっち側、つまり、ね、あの下ちょっと分かりづらいですけども、この部分にこう、ね、水が当たって、まあ、これはまだマシなんですけども、これが複数重なってしまうとうまいこと洗うことができませんでした。なのでこの食器を置く位置ですね、これは結構ねシビアにやらなければなりません。で垂直に置いてしまうとこれをまたね真下の方から水が当たるような形になってしまうので、これもねあんまりね内部が綺麗になりませんでした。なので斜め下ですね、斜め左下あたりにこんな風にね設置するね必要があるので、なかなかこれがね難しいですね。これを意識しながらこう置いていく必要があります。なので思った以上に実はこれねそんな収納できないんですよ。あんまり重なってスタックするような感じになってしまうと、まあ、こんな風にね完全に重なり合うようになってしまうと、一番下の食器だけに水が当たってこの上の食器にはほとんど当たらないという状態になってしまうので、ちょっと隙間を開けて2つこうね、重なるんですけども、下の水がちゃんと当たるような位置を探らなければならないので、これがね慣れるまで僕1週間ぐらいねかかりました。もう最初のうちは洗ったはいいけど全然ね洗い切れてないっていう状態でだいぶ癇癪を起こしてましたけども、まあ、使っていくうちにね、あ水の位置はここだなとか、この、実際スプリンクラーの位置はこんなとこだなってことが分かってきたので、だいぶね今は、はい、しっかり洗えるようになりました。で、まあ、茶碗とかはいいんですが、問題はこういった大きいお皿ですね。このお皿はですね、ここの一番奥の方、ここの方にこんな風に重ねていくんですけども、これもですねあんまりギチギチに重ねすぎると、ほら完全に重なっちゃうんですよね。ちょっと分かりづらいですけどもこんな風に完全に重なってしまうと、あまり水が当たらなくてうまくね洗うことができませんでした。なのでこれもちょっと隙間を開けてこんな感じにね、はい、並べていく必要があるんで、そうなるとやっぱりそこまで数はね重ねることができませんでした。で最後一番厄介者なものが、こちらになります。この丼ですね、これがねなかなか大変で、なんせ丼はかなり本体大きいですし洗う面積も大きいので、もう2つ3つ置いてしまうと、はいもうねこんな感じで
下半分を全部で、ね、埋め尽くしてしまいます。なのでこういったところからも見ると分かる通り、なかなかね食器をきれいに配置するっていうのは、まあ、難しいですね。どうしても本体のサイズがコンパクトなんで中に入るものもやっぱちょっと少なめになってしまいますね。でさっき、ちょっとね解説しましたけども、こちらこのね上の、この箸とかスプーンを置く場所なんですけども、これもねちょっとよく考えなければならなくて、まあ、例えばここに、ね、スプーンを配置するんですが、この上の方上部の方にも実はスプリンクラーがありまして、上と下のスプリンクラー上下にねこう水がジャーって流れるんですよね。なので、まあ、下から吹き上げるところと上から流れるところの位置を考慮してこんな風に置かないときれいに洗うことはできません。まあ、逆にしても一応洗うことはできるんですが、そうなると乾燥時にここに水が溜まってしまって乾燥終わっても後半がびちゃびちゃ濡れてるってことがありました。なので必ず水が落ちる方向に合わせてこう下向きにして、はい、スプーンとかね設置してみてください。これが結構めんどくさいですね。で箸もここにねずらっとこう並んでいるので、まあ、こんな感じによいしょ並べていきます。まあ、箸の場合はですね特に水が溜まる場所がないので、まあ、問題ないんですけども、はい、こんな風に固定していくことになります。でまだ、ね、厄介なものがあります。こういった小皿ですね、まあ、お皿はお皿なんですが、この本体の溝の部分ここにね合わせようと思ってもこんな風にほらストンとね下の方に落ちちゃうんですよ。まあ、落ちはしないんですけども、こういったねちょっと下にはみ出たところで固定されてしまいます。このはみ出たところで固定されると内部のスプリンクラーとこのお皿がガチッとぶつかってしまって、このプロペラがくる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 回ってくれませんという感じで、この動きがね阻害されてね動作がちょっとこう、ね、危なくなってしまうので、この小皿とかはこの置く位置ですね、まあ、こういったところに置けばなんとか置くことはできるんですけども、しっかりとこう、事前にチェックしてこの下のね、プロペラですが、ここの部分と干渉しない位置をね、探り探り当ててください。ちょっとめんどくさいですよね。 今までこう説明してきましたけども、本当そう、こういったところにねほら置いてしまうと下これ見えます、突き抜けちゃうんですよ。この突き抜けてしまうと下のこの洗う部分と干渉してしまって動作不良を起こすっていうことがあるので、これでね小皿とかもね気をつけてあげてください。はい、で最後ですね、なんかこういうとあんまりいい話ないんですけども、こうですね、これコップ、こういったのもねちょっと考えなければならなくて、まあもちろんコップなんて下のね下向きですね、下のスプリンクラーからジャーって水流れるんでこの位置を見つけてこう置くんですが、問題はここの上この部分、ここなんですよ。この底面の部分なんですが、当然上からも下からも水がジャーと流れるのでここに水が溜まっていきます。で乾燥モードが終わったとしてもこの部分に結構水が溜まっているので、まあ、そういった部分はもう仕方ないですね。こんな感じでね、こうタオルとかでキュキュって拭いてあげてください。まあ、せっかくねこう全自動ではあるんですが、ちょっとこういったところはね使いにくいかなと思いました。で逆にこの底面がフラットのこういったタンブラーとかであれば、まあ、上も下もね乾燥終わった頃にはしっかり乾いていたので、まあ、ちょっと食器とかによってはその水が落ちきれない、水が乾燥しきれないってことが何回かありました。さあということでね、一通りこの仕様について語ってきましたが、どうだったでしょうか。じゃあ実際こいつがねどれだけ洗浄力があるのかってところちょっと見たいですよね。なので実はですね今さっき食事終わらせてきましてね、洗ってない食器がありますので、これをね一つずつちょっと並べて実際に洗ってみましょうか。でまずこういったね、まあ、サラダをさっき食べた、ドレッシングとかがねかかって結構残って乾いてしまった、まあ、普通に洗うとちょっとめんどくさいこういったね入れ物なんですが、これもですねこんな風に、底面ですね、下から水が当たるので下の方向に向けてこう設置してあげてください。で次ですね、このフードコンテナ、これもね結構洗うのめんどくさいですよね。特にこの端っこの方とかが、ね、汚れが残りやすくて、しかもここにご飯とか入れようもんならこれが乾いてしまうとね、まあ、なかなか洗うのめんどくさいんですが、食洗機ではどうなるか、これもですねそうですね、ちょっとこんな感じに斜めに、しておきましょうか。これもねさっきも言いましたけども、こんな風に逆になってしまうと、まあ、うまくね水が当たらなかったり、逆にこう真下になってしまうと今度こうね、ここに水が変に溜まりすぎてしまったりってことがあるので、ちょうど水はけが良くてなおかつしっかり上からも下からも水の当たる位置を、まあ、探ってみてください。こんなもんでいいかな。はい、じゃあどんどん行きましょうか。さっき言った超めんどくさい小皿、これですね。しかもここにはかなり汚れがね溜まってるっていうかね、油汚れが結構ついてしまってね、落とすのが大変な状態です。これもですねそうですね、うん、ここであればあ、ただ斜め下になってね、設置できます。はい、まだまだ行きましょうか。これもね油汚れががっちりついてしまって洗うのがめんどくさいお皿なんですが、これもそうですね、こっちの方に固定して、斜め下に向くようにしてください。よいしょ。であとはこういったコップですね、はい、とあとこういったちっちゃい小鉢ですね、これもどんどん置いていきましょうか。うん、だんだんねこうなってくると設置が難しくなってきますね。そう、よいしょ。でもう一つ
小皿がありました。小皿ね、ほんとね、この食洗機多分一番苦手だと思うんですよね。うまいこと、干渉しない位置を探らなければなりません。まあこんなもんでいいでしょう。これをガーッと、しまい込んで、最後ですね、この上の方、ここ行きましょうか。でさっき言いましたけども、このスプーン、はい、2つありますが、このスプーンも、この上と下から水が流れるので、こんな感じで、よいしょ、はい、干渉しない位置を探って、なおかつ、まあ、水はけのいいね、この下向きスプーンのね、この、すくう部分が下を向くようにして、固定してあげてください。こんでもいいかな。で最後、よいしょ、箸を置きまして、はい、これにてね、完了です。でこっからで、ね、洗っていくんですが、洗う際はですね、この食洗機専用の洗剤を絶対使ってください。これ間違って普通のね、洗剤を使ってしまうと、中でものすごい泡がバーって出てしまって、動作不良を起こしてしまいます。僕一回やってしまいました。まあ幸い本体破損しなかったんですけども、本当そういった恐れがあるので、食洗機の時には必ず食洗機用の洗剤をね、用意してあげてください。非常にめんどくさいことになってしまいますから。まあ、食洗機用の洗剤っていうのは、この普通の洗剤と違って、やっぱ人間の手につくことを考えていないので、かなり強力な成分がね、使われているみたいです。まあ、今回はこの、フィニッシュってやつですか、これをね、使っていきましょう。これ1個だけこんなタブレットになってるんで、これを底面の方にポンと1個置いて、よいしょ、はい、閉じて、あとは水を入れてスタートするだけです。さあ次はですね、実際洗っていきましょうか。まず電源ボタンを押しまして、乾燥もオンにしまして、標準ですね。であとはスタートを押すんですが、はい、こうなるとピンピンって音が鳴って、中の水が足りないよって表示が出ますので、そうだったら上の蓋を外しまして、この付属のね、この、水差しを使いまして、よいしょ、水をね、入れていきます。5リットルなんで何回かね、繰り返す必要があるので、まあこれがちょっとね、めんどくさいかなって、はい、思いました。で水の入れ方なんですけども、さっきも言ったように、この上から思いっきりジャーってやってしまうと、そう、この辺がね、水浸しになってしまうので、ちょっと見づらいですけども、優しくこんな風に優しくやって、ぐーっと下に下げて入れてください。ごめんなさい、これね、レンズっていうかあれが見づらいですよね。もうね、これ以上ね、このカメラを動かしようがなくてすいません。もうこうなったら建物ごと解体するしかないんで、今回はね、ちょっとこれでやっていきます。まあ1回入れても全然足りないので、何回かにね、分けてやっていきましょうか。これね、もうちょっとこの水のなんか入れるいい方法があればいいんですけども、まあもうそうなったら実際ね、この水道管からか分配してね、やるのがいいんでしょうけども、これはやっぱこのスタンドアローンで使えるからこそ、なんか魅力があるのかなって僕はね、感じました。どうしてもそういったね、その実際水道とかいじるんで、そういう食洗機って少し敷居が高いかなって思ったんですけども、これはだいぶそういった印象がないですね。はい、どんどん水をね、入れていきましょうか。で水がね、これ入れてね、動き出すとね、あの音で分かりますんで、そこまでね、水を入れてあげてください。あ、今ピンピンピンってなりましたね。はい、動き出しました。そうなるとですね、あとはもうひたすら終わるまで待つだけなので、このね、よいしょ、蓋をつけて、はい、あとは終了まで、待ちましょうか。あ、すいません、あと1点だけ、これね、動作が始まったらちょっとだけこの内部の様子を確認してください。もし何かの食器が下の方にストンって落ちて、内部のスプリンクラーと干渉していた場合は、水がこんな風にぐる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 回ることがありませんので、そうなったら、まあ、1回一時停止をして、中からね、この食器を出して、この位置をね、戻して再度スタートをして、この干渉をね、避けてください。うん、今見た感じちゃんと水は、うん、回ってますね。はい、ということでね、 あとは、完了までひたすら待ちましょうか。はい、あれからね、約1時間半以上経ちまして、乾燥も全部終わりました。ちょっと中見てみましょうか。はい、開けまして、こんな風にしますとね、あー、ちょっとこれ見てください。乾燥は終わったんですが、この部分、はい、これカップのところで今水滴じゃーって流れてきましたけども、ちょっとね、こういったところで完全に乾いているという感じではありません。ただし内側、この部分はですね、もう完全に乾ききっているので、まあちょっと表面ね、拭いてあげる必要があります。
で、このねご飯入れていたこのタッパーも内側はかなり、綺麗になってますね。ベタつきとか汚れとかは一切残っていません。しかしこの内側の部分、この部分とかにやっぱ水滴がまだ結構残っていますね。ちょっと乾燥しきれなかった、感じがします。でこの野菜とか入れたこのコンテナですね、ちょっとこの削れてるっていうかね、耐用年数がだいぶ過ぎてるので少しこう劣化してますけども、内側はですね、触っても油っ気も全くありません。しっかりと汚れはね落としてくれています。これはやっぱり普通の手洗いと違ってこの温度ですよね。普通にね、洗うと大体30度とか熱くても40度くらいのお湯使いますけども、なんとこう70度のお湯が中で循環しますから、かなりねそういった意味で汚れは落ちてると思います。で結構ね放置してて、ね、カピカピになったこの部分も一切油っ気とかはありませんし、汚れは落ちています。やっぱり洗浄のね、威力っていうのはかなりありますね。陶器の、入れ物とかはしっかり乾いて、この辺は全部ね乾いていますね。やっぱりちょっとプラスチックとかそういったものはね少し乾きにくい感じがあります。でかなりねがっちり固まってしまった油がこびりついたお皿も、綺麗にね、油っ気も一切ありません。こっちも全部綺麗にね洗い終えています。こちら上のねこの食器に関してなんですが、スプーンもですねこんな風にちょっと、置く位置をしっかりと、見ておけばこの辺もしっかり乾いてますね。ちょっとだけね水っ気はありますけども、そのまま戻しても問題ない。箸もね、戻しても問題はありません。これがね、洗浄と乾燥を終えてさっきのカゴとかを全部取っ払った後の、このね内部の様子です。見てください。やっぱり結構ね水滴がね中に残ってしまっているので、ちょっとこの辺ね水滴っていうか水が結構残り続けてしまうのが少しね衛生面で大丈夫かなっていう感じがあります。でメンテナンスなんですが、これメンテナンスはとても簡単で、ちょっとこの部分今外すのは簡単に外れたか外せました。でこれをね拭いてあげるんで、大丈夫ですし、上の方もねこれちょっと画面見切れてますけども、この方にも、この水が流れるスプリンクラーついてるんで、これを外して洗浄します。でもしですねちょっと固形物とかがね、下に落ちてしまった場合は、ここのメッシュのスクリーンで、ここでこされますし、あとここにももう一つフィルターがついているので、ここのねフィルターとこの2つこう外して、こう内部の汚れ少し取ってあげてください。メンテはこのくらいなんで、そんなにね部品とかがこうガチャガチャやる必要もないんで、メンテナンス性はそんなに悪くはありません。ただ中に結構水滴が残ってしまうっていうのが、ちょっと使っててね大丈夫なのかなっていうふうに感じました。さあということでね、エコジーの食洗機見てもらいましたが、どうだったでしょうか。洗ってる最中内部の様子少しね映像差し込んでみたんですが、あれ GoPro でね、ちょっと内部にカメラを仕込んで照明とかも防水性の、ちょっとライトを仕込んで撮ってみました。なかなかね食洗機の中どんな風にこう動いてるのかって僕もね、興味があって、その映像撮れて面白かったです。そうですね、1週間がっちり使ってきたので、いいところ悪いところ、だいぶ見えてきたので、ちょっとその辺も話していきましょうか。まずいいところなんですが、自炊の中で一番めんどくさい後片付け、特にそうですね、食器を洗うっていうところがかなりなくなってね、楽になりました。全部がなくなるわけではないんですが、大半がね食洗機にガッて入れてしまえば、あとはねスイッチを押すだけでいいので、そういった意味ではね時間の短縮にもなりますし、他のことで、ね、使う時間も増えたんで、これは単純にね楽になったので良かったです。で2つ目が洗剤でね手が乾燥しにくくなりました。どうしてもねこうね洗い物をたくさんやってると、ずっと手の方にね、この洗剤がつき続けてしまって、結果的にこう手はしばくちゃになってしまって、ちょっとハンドクリームとかいつもね手を保護する必要があるんですが、今はね本当にもうスイッチ入れて洗剤入れて水入れておしまいというだけなんで、手の荒れっていうのはだいぶね、低減できましたね。で3つ目が水やお湯の出っ放しってのが減りました。どうしてもこう洗ってる時ってこう、本来はね節水のために1回1回スイッチ切ったりとかね、蛇口閉じるのがいいんですけども、めんどくさくて結局ジャーって出しっぱになってこうねババって洗ってしまうことが多かったんですが、今はですね最大5リットル、多分 2.5リットルかな、洗浄とすすぎを食洗機がやってくれるので、水のね節水ってところには役立ってると思います。でこれ意外だったのがね、動作音が結構静かなんですよ。もうちょっと食洗機ってねうるさいかなって思ったんですが、多分ちょっとどっかの映像で差し込んでますけども、動いてる音ブーンって音はちょっとするんですけども、それでもね洗濯機よっかははるかに静かなので、夜とか使ってもそんなね近所迷惑になることは、ありません。で最後ですね、これが一番大きいんですが、特別な工事が不要で、キッチン以外にも設置できるんじゃないかって僕は思ってます。例えば、アウトドアとかでキャンピングカー持ってる方でしたら、キャンピングカーとかにあれを
を乗せてキッチンのところに置いておけば、まあ、洗い物とかもすごく楽になりますし、でさっきも言ったようにね、あの水道管の管とかそういったところから分配する必要もないんで、とてもね導入のコストや設置のコストっていうのは、まあ、低くて良かったと思います。さあという感じでいいところを語ってきましたが、まあ、使っててんって思ったところもねいくつかあったので、そこもね合わせて解説していきます。まず一つ目なんですが、これは最初にも言ってましたね、容量が小さい。どうしても本体がコンパクトなので、そのコンパクトの中に、まあ、この洗浄する、パーツですとか、この水を温めるヒーターとかおそらく入れてるので、思った以上に物がね入り、ませんでした。なので、まあ、そうですね、一人暮らしとかだったらいいですけども、ちょっと二人とかなってくると少し厳しいかなっていうね容量ですね、うん。まあ、一応ねそのホームページとか見るとそこそこ物が入るように見えるんですが、実際僕がね使ったところではね、そこまでめっちゃ入るってほどでは、ありませんでした。で、二つ目なんですが、まあ、食洗機ね、最適な設置を覚えるのに時間がかかりますね。まあ、さっきも言ったんですが、あのカゴの中にね、この食器を入れる位置ですとか、水の当たる場所とか、そういったところをしっかり把握して入れないと、思ったように洗浄ができないので、そこね習得するのにすごい時間がねかかってしまいます。まあ、これはね使い込んでいくとね多分分かってくるので、まあ、そこは問題はないと思うんですが、初見でねこうがっちり使えるかっていうと、そんなことは、まあ、ないかなっていうふうに、はい、思いました。で、次ですね、食器は洗えるんですが、調理器具とかが出てくると結局それが手洗いになってしまうってところですかね。まあ、お皿とか、まあ、のコップとかそういったものであればね、ある程度こう積み重ねるっていうかね、隣接させるように、すれば問題ないんですが、フライパンとかはちょっと入れるのが難しいですし、あと包丁とかピーラーとか、まあ、他にもそういったフードプロセッサーの刃とか、そういったね細々したもの、あと水筒の蓋とかね、そういったのが出てくると結局それをね、入れてしまうと他のものが全く入らなくなってしまうので、食器は左の方で洗いつつ、結局は右の方でフライパンとかを手洗いする羽目になるので、まあその全部を全部お任せできはしないんですけども、ちょっと、ね、結局は手間っていうのはね、まあ、そこまで変わんないのかなっていうふうに、はい、思いました。で、次ですね、はい、乾燥モードはねあんまり期待がねできません。で、さっき見てもらったようにあれ1時間乾燥したんですが、内部に結構水が残ってしまいますし、食器とかの方にもね、まああのお皿とかはいいんですけども、コップの上の部分とかね結構水がジャーって流れてしまうので、まあそれを結局布巾でね、まあ、拭いたりする必要が、まあ、出てくるので、乾燥モードはまあ内部の乾燥ってふうに感ね思っていただければまあいいかと思います。で、最後内部にね少し水が残ってしまうので、衛生面でちょっとだけ不安になってしまいました。これも映像をね見てもらったように、まあ、乾燥が終えても内部に結構水が残ってしまうので、まあ、それをねキッチンペーパーとかでやっぱ拭いた方がやっぱちょっと安全ですし、一応殺菌灯みたいなのはついてるんですが、まあ、多分あれそこまででその UV ライト的な感じでね、あのしっかり殺菌してくれるようなことではないと思うので、まあそうですね、ちょっとそういったね衛生面でね不安になってしまいました。さあということでね、エコジーの食洗機いいところ悪いところ語ってきましたが、どうだったでしょうか。そうですね、総評としましては、一人暮らしとかであれば全然これいい選択肢になりますが、まあ、もしね家族がいたりですとか、あと結構ね一人暮らしでもあの料理とかすごいこだわってやられる方でしたら、これよりかはもうちょっと大きい食洗機ね、まあ、選んだ方がいいと思います。まあ、そこまでめっちゃ凝った料理しないけどね、お皿のね洗うのめんどくさいよって方でしたら全然いい選択肢になると思いますし、あとさっきも言いましたが、アウトドアとかそういったね用途でもあのコンセントさえあればね使えるので、まあ、これはねいいんではないでしょうか。まあちょっとね使いこなすには時間がねかかるんですが、まあある程度ね使い方を覚えてしまえば、それ以降はねそんな苦労もしませんし、まあ、まだまだこれからね、ちょっとこう自宅にこもるような時間っていうのもちょっと増えてくると思うので、まあ、そういった意味でもねその家事の手間を減らすっていうところで、この食洗機ぜひね検討してみてはいかがでしょうか。価格もですね現在 Amazon で約3万2000円でねクーポン使うとかなりお安くなるみたいなんで、動画下の概要欄の方にね、URL 貼っておきますので、そちらでも合わせてみてくれると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆様何かの参考になれれば幸いです。で、ここもですね、こういった感じで面白いデジタルガジェットとかありましたらどんどん紹介していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。